今年は江戸時代の風景画として人気の浮世絵東海道五十三次が完成して400年、そこで作品に描かれている場所を実際に訪れ、昔と今の風景を見比べる旅に出かけました。江戸時代後期、風景画の浮世絵師として大人気だった歌川広重。その代表作が江戸から京都を結ぶ東海道沿いに作られた53の宿場の様子を描いた東海道53次。当時風景画の第一人者として人気だった葛飾北斎のデフォルメされた画風に比べて、広重の風景画は実写に基づく作品が多く、当時の人たちは旅のガイドブックとして使っていたとも言われているんです。そんな東海道五十三次が完成して今年は400年というメモリアルな年。そこで武隈アナウンサーが実際に描かれている同じ場所を探すべく、東海道五十三次の旅に出発。まずはさあ、ということで東海道五十三次を巡る旅始まりました。まず1箇所目ですね、日本橋にやってきています。スタート地点ですね。見比べてみると、だいぶ違いますね。雰囲気ガラッと変わったなという感じがします。大名行列が印象的なこちらの絵、現在は多くの車が往来する東京日本橋、今でも残る日本を代表する橋を出発点にした広重。ここでこの絵の詳しい情報を知るため、現在東海道五十三次で旅気分という特別展を開催中の岡田美術館の学芸員稲垣さんに解説してもらいました。で、日本橋は朝4時頃に木戸が開いたんですけれども、その木戸が開いて向こうから大名行列の一行が歩いてくるところですね。で、左下のあたりにボテ振りの男の人たちがいるんですけど、当時魚河岸があってとっても活気があったので、早朝からにぎわいのある日本橋を描いています。魚河岸がね、当時はあったということで、400年ほど前はここで魚の売買がされていたということですけれども、もう全く雰囲気ないですね。まあ、ただ経済の中心地という意味では昔も今も変わっていない、引き継がれているものもあるなという、まあそういった印象ですね。ここからは今も残る浮世絵と同じ場所を探す旅に出かけましょう。ということで向かったのは江戸から3番目の宿場町、神奈川宿。この浮世絵、まだちょっとこの辺りではなさそうです。絶対に探し出したいですね。ちょっと先進んでいきます。どうやら料亭が目印ということなんですよね。そう、実はこの絵に描かれている桜屋というお店、今でも料亭として残っているそうです。昔の東海道国道1号線の旧道をたどっていくと、この坂道、上り坂になっているというのは近づいている感じはするんですけどね。目印の料亭を探しながら歩いていると、料亭あれじゃないですか、いかにも歴史がありますね。いや、すごい桜屋というね、旅籠があったところが前身になっているわけですね。あ、どうやら目的地たどり着いたみたいですね。武隈アナウンサー大正解。こちらが桜屋と描かれているお店のあった場所ということで、茶屋が並ぶ坂の下から今の風景を見てみると、今はこのようにマンションが多く立ち並んでますけれども、当時はこの並びで料亭であったりとか食事処、まあそういったところがこうずらーっと並んでいたんでしょうね。いや、そう思いを馳せると感慨深いですよね。次に向かったのは江戸から数えて8番目の宿場町、大磯宿。目印はこの特徴的な形の松。400年前の光景は今どうなっているんでしょう。この辺りがもう松並木ずらっと続いているわけですよね。
この景色がどこなんだろうということですけれども、ちょっとこれ見てください。この形ちょっと似てませんかね。このちょっと特徴的な松が、しかもこう2本に分かれてますしね。あ、これじゃないですか。ここだな。確かに似ている松の形。この絵と同じ場所から今の景色を見てみると、いやすごい、これまさにこの松並木ですね。多分歌川広重ここから描いてますよね。それをこう思うと、いや感慨深いものがありますね。他にもあった東海道五十三次の風景、こちら川崎宿の六号渡し船。現在の景色は、渡し船はもうありませんが面影を感じられます。江戸から数えて7番目の宿場町、平塚宿の現在の景色は、東海道から望む駒山は昔から変わらない景色のようです。続いて武隈アナウンサーが向かったのは、今も昔と変わらない人気を誇る箱根宿。右には険しさをデフォルメした箱根の山、そして芦ノ湖の奥には富士山の絵も。この景色見つかるんでしょうか。東海道五十三次400年、そして今年はですね、箱根駅伝100周年ということで、まさに今年箱根旅行するにはもう最高の年じゃないですかね。さあそしてこちら浮世絵、芦ノ湖とそして険しい山々、この辺りじゃないでしょうか。富士山もありますね。これよく見ると頂上輪郭ぼやっとしてますけれども、うん、確かにあの頂上富士山です。この芦ノ湖からこの景色を見ていたんでしょうね。この絵と同じ場所から今の景色を見てみると、美しさは今も健在。旅の疲れも癒されたことでしょう。でこれあの55枚の中でも特に人気が高い1枚ですね。暗い山の中をあの大名行列の一行が歩いてるんですけど、このうちこの絶景に行き当たるっていう楽しみが待っているっていうような絵じゃないでしょうか。一つ一つの作品を見ながら、次はこんな景色が見られるんじゃないかと、まあ、そういった一つの楽しみとしてもこの作品は役に立っていたのかもしれませんね。ちょっとまだまだ探しに行きたくなっちゃいましたね。で今回作品の解説をしていただいた岡田美術館は箱根にあります。現在開催中の特別展では、東海道五十三次を中心に江戸から京都までの作品を展示していて、旅気分を味わえるということです。以上グッド一押しでした。